さ、なんかほらみこちとさコラボした時に、なんでみこちってにゃって言うのって聞いたじゃん。ちょっと皆さん知ってますか？ねえ、ないねえ、ないねえ、なんでだろうねえ。みこちってさ、ん？みこちってさ、うん、なんでにゃって言うの？ちょっとそんな質問猫まずいよ。なんでねって言うの？猫は空気が空気変わってきた。なんでねって言うのかな。ねってなんだろう。どういう意味なんだろう。そのねってなんだっけ。ね、私この本当にこのさ切り抜きを結構無限に見てるんだけど面白すぎてマジで面白すぎて結構無限に見てるんだけど。でもさ、あれなんでさ、あんなにこう周囲がさ、いやそれ聞いちゃまずいよとか、なんでそんなこと聞くんだよとか、それは禁句だよって、なんであんだけ言われたのかスイちゃんよく分かってなくてなんでにゃって言うんだろうなって思って聞いただけなんですけど。ペコと同じペコ、いやだってペコちゃんはわかるよ。ペコちゃんはだって出身地的に方言みたいなもんや。だから方言喋ってる人に、なんでお前そんななまっとるんみたいなは聞かんやん。それは出身地的にさあ、そういうなまってる地域に住んでたんやなってわかるから聞かんけど、いやペコちゃんもそういうもんじゃん。ペコランドでペコペコ言うてたからペコちゃんはペコがつくんよ、それは。だけど、にゃは、にゃはなんだろうと思って、みこち、にゃって何って聞いたら、みこちも、にゃについて分かってなかったから、あれは多分宇宙の神秘なんだと思いますね。なぜビッグバンがまず起こったのか、どうして宇宙というものが出来上がったのか、そしてなぜ地球というものが出来上がって、なぜ都合よく人間というものが生まれて、なぜこんな都合よく言っているのかくらい神秘的なものなんです、ニエっていうのは。っていうことがまあ分かりましたね。まだちょっと解明するには情報などが足りない。これがだって解き明かせたら多分ノーベル賞ものなんで。うん、皆さんこれは本当に宇宙の神秘ですね。